アースコッパーを買うか買わないか悩んでる方多いと思います。シーズン券早っぱりなどと比較してみたり大変ですとね。バイクウェーブする人だけではなくサックする人には朗報です。いつの間にかパドル枠がアップデートされていました。チケット2枚でまずは6カ所の施設で利用できるようです。有名どころも1カ所ありました。多分僕らは首都圏から近い太地の2施設には行くと思います。2157円をベースに2チケットとして計算すると8627円となり、実はプロの価格は約7万円となります。仮に6施設すべてを利用すると25,881円となり、実質54,000円になります。とはいえスノーがベースです。他のアクティビティの趣味がある人にはかなり良いチケットではないでしょうか。なんとなく意図を理解した気がしますね。僕らには2024-2025シーズンは値上げではなく実質ほぼ同額でした。エンジョイウィンタースポーツ。最後にブログもパドル枠部分を更新しました。ご確認ください。